岸田総理大臣が視察に訪れたのは東京都内の運送会社。来週に関係閣僚会議、これを開催し、物流革新緊急パッケージ、これを取りまとめたい。トラックドライバーの労働時間が規制され短くなり、物が運べなくなると懸念されている2024年問題。2030年には日本全国でおよそ 35% もの荷物が運べなくなるというデータも。そこで運送業界では、アメリカのベンチャー企業が日本で実証実験を行っている自動運転のトラックを初めて公開。アメリカではすでに完全無人運転のトラックを運用しているこの企業だが、日本では運転手がまだ乗った状態。今後は条件付きで無人走行ができるよう計画を進めている。日通自動車は小型ディーゼルトラックを来年夏までに発売する方針を発表。車両の総重量を普通免許の条件である 3.5 トン未満にし、普通免許しか持たない人でもトラックドライバーとして活躍できるようにする狙い。そんな中、すごいトラックを発見。そして長い大型トラックの荷台2つをつなげたダブル連結トラック、全長25メートル。ちなみに25メートルといえば新幹線の1車両と同じ長さ。1人のドライバーで2台分の荷物を運べるため、運送効率は2倍、年々台数が増えてきているという。とはいえ運転が超むずそう。ということで、アベマ的が訪れたのは神奈川県相模原市にある物流センター。こちらはあのダブル連結トラック9台を所有。とそこに現れた、でかい、そして長い。兵庫県西宮からおよそ500キロの道のりを走って帰ってきたそうだ。特別に運転席を見せてもらった。まず目に飛び込んできたのはモニター、左右のミラー、後ろの荷台の左右、真後ろについているカメラなど、計8個のカメラの映像が運転席のモニターに表示される。ダブル連結トラックに同乗させてもらった。意外に小回りは効きますよ。大型もこの10輪よりちょっと前に出てますぐらい、タイヤ後ろの2本分ぐらいですかね、入ってくるのって。でも怖いですよ、こうくねっちゃうともう後ろ見えないですからね。通常のトラックよりかなり集中力が必要だという。特にいや怖いのはやっぱ左折ですね。もう左折はもう今までないぐらい大集中でいきます。もう信号の手前から同じ方向に行く人いないか見て、でその左折するときにその左折先が本当にできるかどうかを判断しなきゃ、場所によってもうやめようかなと、もういけんと思ったらもうパスしますよ。そんな左折よりも厄介なのがバックですね。まあ、これぐらいの直線にバックするのはそうでもないですけどね、この真ん中でこう角度つけたりするともうちょっとわけわからないね。まあ多分ついてきとるだろうなって、もうそれしかないです。もうあとは降りて見に行くしかないですね。実際ダブル連結トラックを運転できるドライバーは数少ないという。大型トレーラーを運転できる牽引免許が必要で、さらにこちらの会社では2ヶ月以上の研修を受けてようやく運転できるという。さらに現在ダブル連結トラックの通行は国土交通省によって通行できる道路が決められていて、自由に走ることは許されていない。このダブル連結トラック、運転以外にもかなり厄介なことが。駐車場問題。夜はもうよっぽど運が良くないと飛べれないし、どうしてもどっかに止まろうと思うと、もうやっぱりサービスエリアとかパーキングの
いかんだけど、もう場外ですよ。はっきり言って場外しかもないです。そこに行きつけないって時もあるんですよ。夜だともうみんなこう入り組んで止めちゃって、そこに行きつけない。行っても今度はまた出れない。まあ、止まってもうちら30分しかいないんで、まあ、30分辛抱ですけどね。もしパーキング入っても、もし前ね止められたら出れなくなると思うと心配で、そんな休憩じゃないですよ、うん、とにかく停車場所の確保に一苦労。トイレってどうされたんですか。もうそれ聞かれるともまあ、我慢するか、まあ、正直場外ねこの間に行くしかないですよ実際。まあ小さい方だとね、大きいは無理ですよ。あ、一応災害用のやつはありますけどね、使ったことはないですね幸いに。ダブル連結トラック普及が物流2024年問題を解決する上で鍵になってくるという。まあ単純に物流が成り立たなくなるっていうことは、部品とかそもそも材料とかも届かない、そういうことだと思っているので、実際に消費者に物が届く以前に物が作れない、経済が破綻するっていうことだと思っているので、やっぱりその日本経済の根幹を支えているのは僕らは物流だと思っているので、まあ、そこの物流がしっかり24年以降も成り立たせるために我々の取り組みを進めているというふうに考えています。しかし一方で知られざるこんなリアルも。トラック輸送は6割が空気を運んでいる。だから一般の方々はあまりご存じないですけど、実際いろいろトラックが頻繁に走っていますけど、あれがどれぐらい荷物を積んでるかっていうと、実際積んでない空で走ってるっていうものも事実としてあるっていうことです。片道が満載でもやっぱり帰りにとか、そういうタイミングが合わないとかでやっぱり積載率が低い状態で走ってるっていうのがやっぱり往々にしてございますので、どうしても平均の積載率っていきますと 40% ぐらいということだと思います。だそういった無駄をなくすように、より一人のドライバーでたくさん運べるような仕組みを作っていきたいというふうに思っています。さあということで、長さ25メートルのダブル連結トラック、木本君、はい、あれ運転大変やろね。あれは難しいでしょうね。左折が大変って言うんですけど、いや右折も無理でしょこれはね、怖いです。有駒さんいかがですか。いや本当ですね。僕はまあちょっと注目したのが、やっぱりそのトラックが無人である程度その物流を運べる、はいはいはい、まあ、もちろんその人はいるんで、軽くの調整はするもののっていう部分では結構僕はこれは未来をすごく変えるんじゃないかなと思ってまして、やっぱりその自動運転の技術ってその高速道路の方がより向いているので、長距離のトラックドライバーさんが一般の普通免許さえ持っている方が代用してできるっていうのは非常に大きな救世主として現れるのかなと思います。なるほどね。和添さんいかがですか、ダブル連結トラック。これもいいんだけども、さっきあったようにその6割は空気運んでる、うん、あれだからコンピューター管理をちゃんとやって、今もう宅配便の業者なんかも一生懸命そういうことやってますけども、集積の拠点がそれぞれありますね、うん、どこに行ったらそこで 100% 積んで帰れるかっていうのは、これはやっぱりそういう全体的なシステムを発達させるしかないと思いますね、うん、そっちの方がいい。それからまあできれば鉄道も利用するっていうのは、新幹線で空いてる新幹線使って物を運ぶっていうような話もあるんで、なるほど、鉄路の方がはるかに効率はいいですね、運ぶときもね。はい、日本のこういう物流はどういう、フランス人の方から見てどう思われますか。まあ、きっと日本なんですごい、よく作られてるっていう印象です、はい、だって新幹線も素晴らしいし、はいはい、地下鉄だって東京の地下鉄ってこんな複雑なのに遅れないで、はい、いつもオンタイムで来るのがすごくもちろん尊敬なので、なるほどできている、はい。ジュニアさんはこのダブル連結トラックどうご覧になりましたか。いやこれ難しいし、ほんまにお世話になってるから、うん、ねえほんでこっちが勝手に持ってきて言って家いい品買ったりして、うん、もうやってることむちゃくちゃやな、これ、俺冷蔵庫置いて玄関に、はい、もうなんか飲み物とか入れて、もしよかったらってやろうかな思って、うん、玄関に電源ないんだよね。なるほど、あ
ほんま大変よね、やっぱりだから今の、まあ、便利すぎて次の日届くとかあるじゃないですか、まあ、もうちょっと遅くても大丈夫だよっていうのは、僕そういうボタンがあってもいいのかなと思うぐらい。なるほどね。そう、置き配もそうじゃないですか、もうまたいなかったらまた来ますって、それ二度手間になるわけ、だからやっぱりどんどん僕ら側も変わっていかないといけないですよね。ちょっと ねすごすぎますよね。最後までご視聴いただきありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしく。